もしも大好きなピアニストがお家に帰っていたら、少女の反応はドッキリです。ボクフォルテ。おはようございます。フォルテです。シャキーン。皆さん、ここどこだと思いますか？実はりっちゃんっていう方なんですけども、エレクトーンでいろんな曲をねカバーしてて、結構有名な少女のピアニストなんですけども、今日はそこのお家にやってきました。なぜ来たかというと、ドッキリです。もしも大好きなピアニストがお家に帰っていたら、少女の反応はどんなものなのか見てみたいなと思います。まあ大好きって言っちゃったんですけども、りっちゃんはおそらく僕のことが好きです。まあ、というのも、ちょっとね、お母さんから仕入れた情報なんですけども、ちょっとね、この、トルコ行進曲、いつも僕エンディングで歌ってるんですよ、こうやって。で、このトルコ行進曲はりっちゃん弾きたいと、まあ僕の動画を見て、弾きたいと思って言ったところ、ちょっとまだ手の大きさ的にね、ここが届かないって言われたらしくて、だったら僕が弾きに来て、りっちゃんに直接音を届けようという、ドッキリです。帰ってきた瞬間に見てくれてっていきなりやったら、りっちゃんの反応はどのようなものになるのか、やっていきたいなと思います。というわけでね、りっちゃんが帰ってくるまでね、まだもうちょっと時間がありそうなのでね、まあせっかくだったらね、ちょっと練習をしたいなと思います。いいね、この角度、ナイスマッチョ。見てくれてありがとうね。待てよ、歌詞もしかしたらね変えた方がいいかな。こんにちはりっちゃんさん、こんにちこんにちこんにちは、りっちゃん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 、おはようございます、フォルテです。こんにちはりっちゃんさん、りっちゃんりっちゃんりっちゃんさん、りっちゃん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 でいきましょうか。今回はそれでいきましょう。難しいですね、意外とエレクトーンで。これなんかブワーンってなるんですね。はい、もうすぐでりっちゃんは帰ってきます。ちょっとね、待ちたいなと思います。やばい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 。いただきます。じゃあ3時だけど、いただきます。いただきます。いける。こんにちは、りーちゃんさん、りーちゃん、りーちゃん、りーちゃんさん、りーちゃ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 ん、マッチョ、マッチョ知ってる？こんにちは、りーちゃんさん、おはようございます、マッチョ、フォルテです、シャキーン。はじめまして。こんにちは。びっくりした。何？お化けかと思ったん？お化けかと思ったん？フォルテです。ちょっと怖かった？連弾する？まだ途中なんで。りっちゃん、りっちゃん、りっちゃん、こんにちは、皆さん、フォルテです。俺のこと知ってる？ん？お名前知ってる？むっちょ？
知らない？なんでそんな意地悪するの？マッチョ。マッチョ知ってる？りっちゃんがさ、この前動画でさ、なんかムッチョって言ってなかった僕のこと。もしかしてさ、ムッチョとか言ってなかった？言ってない。言ってないの？名前が違うから訂正しに来た。マッチョだよ。何がおると思ったんだ。お父さん。そしたら違った。マイ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 。おはようございマッチョ。おはようございマッチョ。めっちゃ可愛いな。俺サトシ、ポケモンゲットだぜ。マッチョ。学校から帰ってきたマッチョがいた。本当びっくりした。どっち誰行こうって間違えててね。めっちゃ面白かったよ。それで楽しかったよ。それに人が会ってよ。嬉しかったよ。私もね、大人になったらね、マッチョみたいになるんだよ。見てくれてありがとね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。